野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、本日、侍ジャパン、2023年ワールドベースボールクラシック、侍ジャパン登録予定選手をね、正式に発表したっていうね。まあ、このね、登録予定選手っていうのは、正式な発表は WBC 側が最後に発表したやつが、まあ、これが、まあ、オフィシャルらしくてね。まあ、でもこれはね、もう登録予定選手ということでね、まあ、正式に、発表しましたけどもね。まあ、ピッチャーはね、15人、ダルビッシュ、そして巨人戸郷、松井裕樹、で、佐々木朗希、大勢、大谷翔平、伊藤博美、山本由伸、ね、で、広島の、栗林、で、DNA 今中、で、阪神湯浅、オリックス宇田川、で、中日高橋、オリックス宮城、ヤクルト高橋圭一ね。で、キャッチャーは、甲斐、で、大城、で、中村。で、内野手がね、山田哲人、源田、牧、中野、岡本、山川、村上。で、外野が近藤、周東、ヌートバー、吉田、鈴木誠也、というところのね、30名が、発表されましたけど、まあ、これはね、事前にね、各社いろんなところからね、もう内定、予定、選手って出てましたけど、まあ、ほぼほぼ報道通りのね、選出になったかな、というところで、まあ、やっぱりね、情報漏れちゃうね、ジャパンの選手たちもね。だから、まあ、サッカーね、サッカーの日本代表だと、多分誰も知らないんだろうね。その選手たちも知らなくて、その監督が、だから去年のワールドカップとかだとね、森保監督が最後発表するときに、自分が選手なのかどうかっていうところがわかるからね、漏れていかないよね。だって、監督、コーチとかほんと数人しかね、知らないから、漏れたらもう犯人わかりやすいしね。漏れないけども、やっぱりこのね、日本代侍ジャパンの場合は、まず球団に連絡して、球団の OK も出て本人だから、もしくは本人に連絡しても、球団にも必ず、連絡するから、漏れる要素が激しいね。で、しかもまあ記者連中がね、仲間がどうなんや選ばれたんかって言ったら、もし言えなかったら、あ、ちょっとノーコメントで、みたいなね。ノーコメントでっていうことは選ばれたっていうことじゃんね。選ばれてなかったら、あ、選ばれてないですよ。声かかってないんで、っていうかもわかんないしね。ノーコメントでって言ったらね、選ばれたことになるから、もうどこからでもね、もう漏れるから、まあこういうふうに、まあ情報統制できないと。っていうところではね、しかもね、この1月の末にね、いきなり発表されてもね、まあ他の競技とね、大きく違って、ボールが全然違うんでね。そうなってくると、その準備段階でもね、準備しきれないっていうところで、だから突如、ほんとサプライズ発表するんだったら、もう12月だね。12月もう中ぐらいに発表、もしくは前回の12人とか13人発表した時に、全部発表すればね、シークレットで誰にもバレずに発表できたけど、まあね、人いっぱいね、聞いていけば、言っていけばね、それはもうどっかからバレますけどね。それはサプライズ選出できないよ。今日の発表ももうほぼほぼみんな知ってる選手たちがね、選ばれたっていうね、形になりましたけど、WBC ありがとうございます。いろんなところから取材、仕事来ましてね、今日もいっぱいできました。WBC。優勝、世界一になっといてよかった。ね、というとこでね、まあ、今回ね、30人の中で、投手15人、野手15人と、最終的に、ピッチャーはね、最低14人入れなきゃいけないっていうところで、で、キャッチャー2人は絶対入れなきゃいけないっていうところで、ピッチャー15人、野手15人と、過去の大会の中で、一番多いね、ピッチャーの人選、だったというところですけどもね、これ、まあね、栗山監督は、投手14人、野手16人、投手15人、野手15人のプランがあったようだと。だから最終的に投手を2人増やしたのは、投手出身の戦いをするという決意の表れでもあったと。ね。基本的にピッチャーを中心とした、しっかり守り切って我慢しながら勝ちていく、そういう形だと思いますと。で、本当に苦しくなった時に最後何とかするのが日本野球の真骨頂だと思っていると。最初の大前提として日本の特徴であるピッチャーの力を借りて、ピッチャーで我慢をして勝つと決めたのであれば、ピッチャー交代のところでそこが足りなくなることだけは許されないと。自分は最後思ったので、そのところを厚みを増して戦っていく、そういう風に自分の中で決めたということですっていうね、ところの、コメントがありましたけども、まあ、基本的にはね、基本的には、バタついちゃうとピッチャーの数がいるという。で、球数制限あるけども、ダブル先発っていうことを考えたら、うまく順当にいけば、1試合を3ないし4ぐらいでね、多くても終われるっていうところで、バタついちゃうとね、先発がバタついちゃうと、全部がね、前崩しになってやっていかなきゃいけないんだけど、このね、14を15にした真相、里崎なりの真相を思うところ、感じたところはね、多分これね、大谷翔平がピッチャー登録なんだよね。だから、大谷翔平が投げれなくなった場合、
14人で戦えますと。安心感ありますと。ね。万が一、ピッチャー14人にして、そこの中に大谷翔平入ってて、エンゼルス側が大谷に投げるのダメですって言った時に、13人で戦わなきゃいけないんだよね。そうなると厳しい。だから、大谷が投げれるかどうかわからないから、15にしてんじゃないのかなっていうね、ところはあります。だから、いろんなところでもね、大谷翔平の二刀流どうですかっていうところはね、聞かれますけど、基本的にね、日本側がどうしたいかっていうよりも、エンゼルス側が大谷を投げさせてもいいのかどうかっていう判断の方が先だと思うんだよね。で、そこで OK ってなれば大谷も投げれるし、ダメってなると大谷はもう DH 専門になるから、もしダメって言われた時に困ると。だから現状15人選んでるってことは、想像でいくと、まだ大谷翔平が投げていいかも、どうか問題は、決まってないんだろうなと。まあ、しかもね、エンゼルスが身売りするかもどうかわかんないっていうところで、ほんの数日前に身売りしないってなったからね、多分そこもうまく聞けるほどの向こうもね、バタつきあったと思うんだよね、多少はね。そういったところを考えれば、まだ現状大谷翔平が投げれるかどうかがわかんないっていうところが、まあ、もしくは投げれないのかもしれないっていうところが、この15人ピッチャーを選んだところなのかなって、勝手にね、佐々木の個人的見解ではね、そういう風に、感じるところであります。で、14人っていうね。だからこのね、メンバーから考えるとね、全員ね、俺はもう説明できます。栗山監督の意図。本当はそう思ってるかどうかわかんないけども、完全に俺の想像だけどね、意図を説明しながらメンバーをね、見ていきましょう。さあ、まずはね、先発ローテーション。これね、まず、大谷が投げれなかった場合、開幕、中国戦、山本、韓国戦、ダルビッシュ、チェコ戦に佐々木朗希、そしてオーストラリア戦に今永、ね、多分この先発ローテーションじゃないのかなと。で、まあ、うまくいけばね、チェコ戦までに、準々決勝進出が決まるっていうね、ところになるけども、で、準々決勝にもう一回山本、中一週間で。で、準決勝、ダルビッシュ。で、決勝に、今永、そして山本のスクランブルっていう形か、決勝行ったら大谷投げさせてくれと、エンゼルスに頼んで、決勝だけは投げさせてくれと頼んで大谷で行くか。準々決勝勝ったら16日終わったすぐにアメリカに飛ぶらしいんだよね。で、2日かなんか空いてすぐ試合になってくるから、ピッチャーも時差難しいところを考えたら、韓国戦ダルビッシュ投げて勝ったら、もうアメリカに帰ります。先に。で、その準決勝進出来ることを信じて、準決勝に来た時に、時差もなく完璧な状況で準決勝にダルビッシュが投げる。こんなこと考えたくないけども、万が一負けた場合はそのままキャンプインできるっていうところで、もうこのローテーションでいって、もうダルビッシュは韓国戦投げたらアメリカに帰国、時差調整もしながら準決勝に向けて調整。これが一番いいんじゃないのかなっていうローテーション。で、もし大谷が投げれた場合は、中国戦大谷、韓国戦ダルビッシュ、チェコ戦に今永、オーストラリア戦に山本、もしくは、チェコ戦に山本、オーストラリア戦に今永、準々決勝に大谷、ね。で、準決勝はダルビッシュ。もうこれは帰ってね。決勝に、今永、そして山本のスクランブルっていうね、形の先発投手になってくるんじゃないのかなと。で、その後にね、ダブル先発っていうところでね、戸郷、そして高橋、で、宮城、高橋奎二。この、4選手が、ダブル先発で。だから、まあ、山本と誰かね。まあ、これは、まあ、その組み合わせでね、その時に応じての、組み合わせで多分なると思うから、そうだね。山本、高橋奎二。行くんちゃう？ダルビッシュ、戸郷。ね。佐々木朗希、宮城とか、今永、高橋宏斗と。わかんない。ここら辺は。大先発まではわかんない。っていう組み合わせになって、で、伊藤博美が、ユーティリティ、オールラウンダー。何かあった時にどこも、何かあった時の頭、すぐも行ける。っていうところのね、伊藤博美が多分オールラウンダーになるのかなと。で、後ろの7、8、9は、松井、そして大勢、で、栗林。この3人で7、8、9。誰がどのポジションに行くか分かんないけども、この3人で方程式を組んで、でそして、宇田川、湯浅っていうこの2人が、まあ、この WBC で一番難しくなってくるのは、球数制限がある中で、先発ピッチャーがどうしてもイニング途中で変わらなきゃいけなくなった時、それがピンチだった時、ね、ランナーいない時、いろんな状況あるけども、イニング途中で変わらなきゃいけなくなった時に、第2先発のピッチャーをイニング途中から投げるっていうのはちょっと調整的に難しい。そして、後ろで言った選手も、基本的にはね、頭から投げていくっていう守護神でやってるから、イニング途中から出て、三振取れたりバッタバッタいける、いつでも、ひょっとしたら3回、4回で行かなきゃいけないかもしれないっていうところを考えると、この湯浅、
宇田川っていうこの二人が先発から第二先発にジョイントする時のイニング途中で変わった時に投げていくピッチャー、もしくはイニング途中でピンチの場面で出ていくピッチャーっていうところがこの二人が担うんじゃないのかなと。それによってね、全部のメンバーが役割があっていくって。で、続いて野手。まあ野手で言えばね、まあキャッチャーはね、まあ甲斐、中村、多分ここら辺ね、まあどっちかが主戦場で回っていくのかなと。で、大城は多分第三捕手っていう感じで、もしね、甲斐代打、で中村も代打出てきた時に、もう最後大城は打って守ってしてくれよ、みたいなね、感じで、まあ大城っていうところが3枚目に入ってくるんじゃないのかなっていうところはね、あると思います。まあもしかしたら、大勢の時に大城行くみたいなね、感じは、あるかもわかんない。ね、キャッチャー。で、野手の場合はね、サード、村上。で、ショート、源田。一応、ファーストとセカンドが、まあ、セカンドを山田を使った場合は、牧、岡本、山川の中で、誰かファースト。で、牧をセカンドで使った場合は、岡本か山川。だから、俺はスタンダードで行けば、セカンド山田、ファースト岡本かなっていうところはね、そうかなーっていうね、感じはするけどね。まあ、それか、山田、牧っていうね、ところで。で、サード守れるのがね、岡本っていうところもあるからね。で、中野がね、バックアップっていうね。で、山川はね、キャッチャーのところの代打です。これが。キャッチャーのところの代打として、だからもうランナーがね、いない。もしくは大量得点、序盤から行かなきゃいけなくなった時にね、もうゼフルスイングして一発頼むっていうところのね、山川、代打。で、その後ね、もう、お役御免でね、もう守備のことと考えなくてもいいから、代打みたいな。もう大谷がね、DH 入るからね。だから山川はキャッチャーの時の代打やなのかなと。で、それと思ってて、近藤がね、ランナー二塁とか一塁とかで、一点取りに行きたいっていうところでは、代打近藤っていう。一発大量得点欲しい山川みたいなね。ところが、キャッチャーのところの代打に、もしくは、源田のところの代打に、ハマってくる二人なのかなと。で、外野はね、レフト吉田、センターヌートバー、ライト鈴木誠也。多分これがね、スタンダードの形と思うんだよね。で、周東が途中ダイソーで勝負を決めていくっていうね。で、ユーティリティでも守れるっていうね。で、サードもできる、セカンドもできる、外野もできるみたいなね。で、周東がもうユーティリティでランナーで勝負をかけていくみたいなね。だからこの周東とか出ていかなきゃいけなくなった時っていうのは、もう接戦だね。っていうで、ゲーム展開になってくるのかなと。で、こうなればね、もう全員の役割分担があって、それにフィットする選手を選んだっていうところでは、栗山監督のね、意図がよく見える選出だったかなと。まあこれはね、もう解説者ファンね、10人いたらもう10人十色でね、もう同じメンバーをね、が集まらないね、誰選んでも正解。ね、佐々木よく言ってる。最後は好みですね。しかも誰選んでも正解。ね、しかも全員の役割分担があるっていうところではね、まあこういうメンバーで、戦って、いくんじゃないのかなっていうところではね、まあどういう戦いになるのかっていうところは、もう面白い、選出になったよね。で、その中で、栗山監督が前ね、言ってたのが、その、千賀をね、準決勝、決勝、アメリカラウンドから参加できればっていうね、ところで、なんか二人とかなんか途中で入れ替えてもいいみたいなね、ところはあるけども、そうなった時によ、まあ誰が外れるかは知んないよ。でも誰が外れるかは知んないけども、俺はもう、佐々木朗希は外してもいいんじゃないのかなって勝手に思ってる。で、それなんでかっていうと、さっきのローテーション言っても、もし俺のローテーションだと、大谷が投げなかった場合、チェコ戦に佐々木朗希先発なんだけど、チェコ戦投げた後、投げるとこがもうないんだよね。俺の構想だとね。で、そうなった時に、もう、ね、やっぱ12球団から、ね、まあ最後まで12球団の選手で保ったいっていうところもあるけども、やっぱ12球団からね、やっぱ選ばなきゃいけないっていうところで、ロッテを代表して佐々木朗希行くけども、まあ日の丸もつけて先発1回して、しっかりね、結果も残したっていうね。で、その後は他の人たちに任せて、ね、やっぱりそのロッテとして1年間戦っていかなきゃいけないっていうところで考えるとね、その後投げないのに帯同しても、開幕に向けての調整が難しい。それなんだったら、ね、その1週目、だから91日に投げて、で、そっから、ね、アメリカに行くときは、日本に残って、その16日以降残って、そっから日本のペナントレースに向けて、しっかり調整すれば、開幕から間に合うし、1年間ロッテとしての見え筋っていうところができるだろうけども、もしアメリカ行って、全く試合でも投げなかった場合、多分最後決勝まで行って帰ってきたら、多分、そんな、まあね、去年も完璧じゃなかったっていうことを考えれば、最新の注意を払っていけばね、7月中ぐらい、やっぱ2週遅れぐらいの
スタートになってしまうんじゃないのかなっていう不安もある中で、侍ジャパンで結果も出す、そしてロッテとしてもペナントレースの頭から佐々木朗希がいるかいないかって大きいと思うからね、それにいる調整で考えれば、途中から誰かが入ってきた時に佐々木朗希が抜けるっていうところはダメだから抜けるんじゃなくてね、積極的抜けみたいな、ね、ロッテのためにシーズン日本代表でも頑張った、他の投手が投げるんだったらリリーフ佐々木朗希っていうところイメージがないからね、ただ途中からね、もうシーズンに向けて頑張りますみたいなね、選考は俺はあってもいいんじゃないのかなっていうところは個人的に思うけど、まあ誰かが外れてね、まあ誰かが入るっていうところはあるかもしれないけども、最初のね想定をね、この里崎の想定をね、こういう形ですね。でこれはまあね、いろんなメディアにも言ってるけども、やっぱキーポイントになるのはね、やっぱりこの甲斐ヌートバーっていうところになるかもわかんないですけども、またね後日WBC で勝つ方法っていうところで、ね、しっかり動画撮っていきたいと思いますけども、今日はねまず選考発表されたんで、まあここからもねいろんな報道出てきますけど、それをまとめてね、まだ開幕前にねキャンプを見て投稿したいと思いますけども、まあね栗山監督の意図、そして選手たちの役割分担、こういう風になるんじゃないのかなっていうところの、まあ、解説をね、里崎が、してきました。でもね、本当は WBC もね、2021年にあったんだよね。17年、21年にあったけども、コロナで21年にできなくて、そして、MLB のね、選手会と MLB サイドでね、労使協定があるから2022年はできなくて2023年になったけども、この2年でね、野球人生が大きく変わったやつがいっぱいいるよね。もしだって21年に WBC が行われてたら、今回で言うと大勢、ね、伊藤博美がギリギリか。伊藤博美も入ってないか。だってまだ入団する年だもんね。伊藤博美、大勢、湯浅、高橋宏斗、宇田川、高橋奎二、ピッチャーほぼほぼ2021年だったら選ばれてないね。で、あとは中野も選ばれてない。ヌートバーも選ばれてない。もう半分ぐらい、2021年だったら半分ぐらい選ばれてないね。まあ2021年だとね、東京オリンピックのメンバーがメンバーになっていくっていうところはね、まあメジャーリーグの選手入ってくるけどね。だからやっぱり1年2年でね、やっぱスポーツ選手は大きくね、情勢が変わるね。この運不運っていうのがあるね。まあ東京オリンピックもね、体操の橋本選手、あれね、1年伸びたことによってメダル取れたってね、言ってたからね、関係者の人は。それまでだったらひょっとしたら危なかったかもわかんないし、ね、遅くなったからダメだ、ね、不運だった人、遅くなったからラッキーだった人っていうね、いろんなあるけども、やっぱスポーツ界は1年ですごいね、この勢力が大きく変わるね。まあでもね、ほんと今年、2023年、佐々木はね、Amazon プライム、そして日本放送でね、全試合解説しますから、ね、皆さんぜひ、佐々木の解説でお楽しみください。アベバの本田圭佑さんにね、負けないようにしっかり解説したいと思います。ということで、佐々木がね、WBC メンバー発表の、解説してきました。それでは、頑張り日本、世界一へ。